池田仁志君は、稲葉鳥取藩の、第八代藩主。鳥取藩池田家、宗家十代。第六代藩主、池田春道の次男。母は、即室の津久田氏。性質は、米沢藩主、上杉春弘の三女、縁姫。イボ兄に、池田成久に、子に、池田仁志君、長女、月鏡院祖姫、娘、娘など四男三女、養子に、 池田人衆がいる。幼名、永遠の神。署名は、道木美。神は、十四下の地十四以上。自重稲葉守る。左この絵少将の地左この絵中将。天明八年、江戸藩邸で生まれる。父、春道の正室、生姫が完成四年に死去すると、一部の家臣によって一切、違いの意部兄、銀の進むの対抗馬として押される。江戸でも、 春道の後取りに、英の神を押す声が高く、国元との間に対立が起きた。銀の進むを四次に押す、藩士の佐々木磯植え門が春道の怒りを被った、ことから見ると、父からも後継ぎに期待されていたものと見られる。結果、磯上門が監視したことにより兄が着難となったが、父から大変気に入られていたのか、後に、父から返気を与えられて、道きびと名乗っている。 完成十年に、父が亡くなり、兄、秋国が家督を継いだが、文化四年に死しなくして亡くなったため、道き備が家督を相続する。兄同様、十一代将軍、徳川家成の面前で玄服、家成の返帰を受け人し備に改名、十四下を除任する。正き備は、歴代藩主で初めて、稲葉守を名乗った。文化十年、聖室、縁姫と婚姻した。 小田区さんの家なりは主だった、諸大名に自身の子を養子として出しており、文化十四年に、鳥取藩も、富夫のおつごろを、婿養子として迎えた。これにより、正規日は、十四以上を除任した。文政二年、左この絵中将となり、青い門を下死される。江戸城主考席も大広間から大老化下に昇進した。文政七年、養子氏のおつごろが父、 家なりの面前で玄服、家なりの返記を受け聖衆と名乗り、十四以上、自重を助任した。文政九年、最終は放送のために死去した。これにより人式日の実施性の心が、四次となった。文政十三年五月二日に、江戸屋敷で死去した。去年四十三、家徳を、蔡里氏が継いだ。法号は、明る国院殿、春徳光隆史大孤児。 異名により江戸の降伏寺に埋葬され、鳥取藩主池田家墓所に遺発が葬られた。後、関東大震災を機に、昭和5年、鳥取藩主池田家墓所に改装された。鳥取藩ではそれまで、池田照政の血筋を守ってきたが、正規日の代になり、将軍家より死死を入れたため、その後武からの養子を迎える道を開くことになった。子女は四男三女。 ありがとうございます。